続いてはシリーズ未来への道しるべです。脳性麻痺で体に障害があるデザイナーの能力を埋もれさせず、自宅で働きながら収入を得てもらおうという仕組みが県内で始まっています。その現場を取材しました。知らず毎日夕方、愛犬アイディと遊ぶこの時間が癒しのひとときです。しっかりで気が付かない。うるま市の漬山亮さん、生まれつき脳性麻痺で手足などに障害があります。父と母との3人暮らしですが、姉の家族たちもよく訪れ、共に食卓を囲むなどして賑やかに過ごしています。どうですか味は？漬山さんには愛してやまないことがあります。これ、この自分がもう若い時、高校時代とかレゲエにハマってる時期なんですよね。それがちょっと良くなって、あ、年取ってこういったのに行ってます。家のあちらこちらにかけられた絵画は漬山さんが手掛けたものです。パソコンや手書きで動物や人物をモチーフに様々なタッチで描きます。これまで県内の障害者の作品コンクールで受賞を重ね、全国の技能大会にも出場し評価を得ています。大変だけど できなかった瞬間が一番最高で、そのセンスを生かし、おととしから生活に新たな時間が加わりました。まからから調整してます。パソコンを使ったデザイン、専門学校に通い技術を身につけました。今それが T シャツなどに施され、収入を得る仕事となっています。ワクワクする。このデザインが世の中、世の中に出ていくのが楽しみで。この仕事は障害者在宅ビジネスマッチング事業という新たな枠組みで、事業会社が企業などから受注したユニフォームなどのデザインを障害のあるデザイナーに発注します。デザイナーは自宅で作業してデータを納品し、収益を両者で分け合う仕組みです。事業会社の代表富山さん、4年前デイサービスのスタッフをしていた際、漬山さんと出会いました。デザイナーになりたいという夢を聞き、シャツなどのデザイン会社を営む夫と共に事業を立ち上げました。私たちも助かってデザインの仕事を外に投げれる。で、彼たちもそれを喜んでやってくれて収益になるっていうのは、両方ウィンウィンの関係で一緒になって向上していければなと思って、はい、そういう気持ちでいました。仕事上のやり取りはメールなどでできるため、障害は妨げになりません。もうすべてLINE とメールですね、はい、あくまでその方のデザイン力とか、本当にウェブの環境があるかとか、それだけで全然実現できる仕事なので。
漬山さん、この日は富山さんからの依頼でシャツのデザインに取り組んでいました。ただ色使いボリューム感を出したいので、企業などに PR するための見本用のボーリングシャツ、外国製の特別なマウスを使ってイメージを形にしていきます。黙々と作業は夜遅くまで続きました。翌月、富山さんのもとに工場から完成したシャツが届きました。大きいやつありますけど、いや、もうやっぱイメージ通りにいってるので、こっち切ってしまう、いい感じじゃないかなと思いますね。鮮やかなグラデーションがデザインされたシャツ、特殊なプリント技術によって繊細なデザインが可能な点や色落ちがほとんどないことが製品の売りです。漬山さんに店に向かいます。多分相当喜ぶと思いますよ。特に仕上がりどうですかっていうのをしきりに聞いてたのを僕全部無視したので、はい、見てのお楽しみっていうことで、こんにちは。はい、お願いします。納品に伺いました。はい、じゃんじゃじゃん、じゃん、出してきも、はい、じゃんじゃじゃん、超いい感じですよ。いいんじゃない、ね、すごいいい感じ、ああ、すごい、ね、プレゼント。漬山さん、この仕事を拡大し収入の柱にして自立するのが目標です。とってもやりがいが大きい、なんか緊張感もあるし、お金を貯めて自分の会社を立ち上げる資金に回したい。障害者の能力を埋もれさせず共に成長する仕組み、さまざまな分野での広がりが期待されます。今インターネットとかパソコンとか環境もだいぶ変わってきてますので、はい、お互いの得意分野を持ち寄って仕事をするっていうのは本当にいいですよ ね、このいい形でお互いがウィミーの関係になれるっていうのは夢を持てるし、ね、はい、この漬山さんのデザイン力や作業スピードは富山さんがかなわないと話しているんですね。まあ今後も富山さんは発注を増やしていく考えです。でこの、事業モデルなんですが、デザイン技術のある障害者の方の登録を随時受け付けているということです。詳しくはこちらの電話番号まで、または富八で検索して、お問い合わせください。未来への道しるべでした。